ていう顔してる。何か入ってそうだな。なんでそこダメ出したんだっけ。明日天気になれ。じゃちょっと結構トークが続いたんですけど、続いてタイトルコールを先に言っちゃいます。はい、今日のタイトルはおっさんの看板の中身ってなんだろうなです。もう一度言います。おっさんのカバンの中身、カバンの中身。どうせキョロキョロしてますけど。今日の一つ目のドッキリ、一つ目というか第一ドッキリ、おっさんのカバンの中身なんだろうっていう。そもそも知ったん？知ってるかもしれない。知ってるかもしれない。いやいや知らないですよ。もちろん。だからなんそんなの見せるわけないじゃないか。そんな急に言われても困るよ。さてということでどうしますかね。じゃあ先に佐久間さんから、じゃあ、早速、はい、佐久間さんからじゃあオープンします。それ、カバンは何を使われてるんですか。これはそう、なんて読んだろう、マッテンって読むのかな、なブランド名知らないんですけど、結構なんか長く使ってそうだ。はい、結構10年以上使ってるかもしれないですね。はい、結構丈夫なので、はい、アウトドアブランドですね。はい、開けると入ってるのが、まずはこれ、パソコンが入ってます。お、はい、あ、なんかしかもラミネートしてますか。あ、してます。ラミネートを見せてもらって。はい、これなんかスキンシールみたいなやつですね。ラミネートになるんですか。この表面が加工されてあるんですか。うん、専用なんですか。そうです、シール貼ったんですよね。なんかボロボロになりたくないなと思って。へぇ、はい、傷つかない。そうですね、これがこれ入っております。続いてはまあパソコン周りのガジェットですね。あ、このハブとか、すごい貴重面ですね、なんか、すごいですね。佐久間さん貴重面、やっぱりさすが。はい、あとは、まあ、このディスクとか、SD カード。おー、この入れ物いいですね。いいですね。これ、リヒトラブってメーカーさんのやつで2,500円ですね。っていう感じのものがくれ。それはちょっと入っております。あとはメインの部屋だと、あ、この間お店からもらってきたっていうか届いてたチャムスの新しい方が入ってます。なんかまだ見てないんですけど。お、 SS ですか、来年の。今年の、今まさにですね。はいはいはい、SS ってなんですか。あ、スプリングサマー。あ、うん、専門用語だ。そう、あ、そうなんですね。動画作るか。そうですね。秋冬は、AW。 そうそうですね、はい、AW って言いますね。そうですね、AW、うん、専門用語ですね。すごい。あとは、3A アワードの症状と副症、はいはい、それから店舗診断の用紙おっていう感じですかね。 3A アワードは月に3ヶ月に1回ですね。あとは、あ、これだ。これは本が入ってます。ちなみに何の本？フロー長寿メソッド、メンタリスト大吾もおすすめ。要はなんか適度な負荷を与えないと老けるよっていう話です、まとめると。あとは、まあそうですね、なんか若く言いたい、できれば。で、あとは、ノンアルコールの手口拭きなんですけど、これ、あの、100均でアルコールが入ってないウェットティッシュってこれぐらいしか置いてなくて、なんかもうちょっとなんかいい感じのやつ欲しいんですけど、はいはい、なぜならパソコンのキーボードとか画面とかなんか結構汚れちゃうんで、そのために持ってる感じですね。ちなみにそれ以外拭くタイミングってあるんですか。自分の手、ああ、自分の顔とかは拭いたりしますけど、うん、こんな感じですね。A 型だからな。マイバッグはどんな感じですか。これは、いつも持ち歩いてるやつなんですけど、まずはお財布ですね、うん、それから、手帳を薄いタイプにしてます。あ、本当だ、はい、あとは、あの、これね
持病の薬、あ、はい、あとは予備のマスクと、ライトニング用の、イヤホンと、普通のジャックのイヤホンと、あと iPhone の充電器、おお、いろいろ入ってますね。リップ、ああ、あとさっき、会議の時にもらったチョコレート、はい、おお、っていう感じですね。お、割と細かめに行きましたが、そうっすね、いや事前に知らなかったんですけど。事前知らなかったっすね。知らなかったっすね。ドキドキですよ、ね、めっちゃもうドキドキです。決して用意してたわけではないですね。二度とこんなことやる。ドッキリなんてもう最悪。でもあれですよね、すごいクリエイターカバンですね、だいぶ。あー、まあ、YouTube の動画編集やってるからっていうのもあると思うんですけど。そうですね、あんまりなんか余計なものは持ち歩かない方がいいかなって思ってて、すごい、ほんとノマドクリエイターみたいな、どこでも仕事しますみたいな、すごいですね。結構ね、移動もあるしね。そうですね、この電気がこう入ってるような感じ。そうですね、今日もちょっとこんな格好なんですけど、普段割とスーツなんで、もうビジネス用ですね。で、一番手前がこれマスクなんですよね。マスクとかなんか除菌なんだらみたいな、はいはいはい、あとは大体もう決まってるですよね。パソコンでしょ、はい、パソコン、と今日中入ってないんですけど、普段パソコンのケーブルがこれ入ってる、筆入れ、はい、あと自撮り棒、自撮り棒、これも常に持ってるんですよ、はい、あと手帳でしょ、ノートでしょ、はい、車の鍵、はい、小銭入れ、はい、クリップボード、クリップボード、はい、車の鍵、はい、Wi-Fi ルーター、スマホ、これなんかあのサブのスマホ、ね、これはあの運転する時のあのヘッドセットっていうか、はい、と財布、はい、あ、名刺入れ、名刺入れはね、2つか3つ持ってますね、大体ね。あとこれなんだ、タコ足、うんうん、お、すごいな、便利そうですと、痛み止め、もうね、もうここ2週間ぐらい飲んでないですね。あと顔拭くやつですね、うん、はいはい、全部黒ですね。そうなんですよ、見事に。そうなんですよ、好きです、うん、そうなんですよね、黒好きですかね。で、黒で統一社長気分って結構そうですね。出張多かったりすると靴とかベルトとか黒にしといた方が迷わないっていうか、まあ確かにそれはそうかもしれない。いつも通りですもんね。いや、完全にいつも通りですね。筆箱とかもそうです。だいたいパソコンがあるかないかぐらいかな、違うとしても。あとはその書類が増えるか増えないかぐらいかな、だいたい一緒かな。で、なんかこれも結構そのちょっとガジェットっぽくなるよね、やっぱね、なんかこういうさ、こういう風になるよね、はい、まあそうですね、そう、 USB とかさ、自撮り棒持ってるあたりが結構ちょっと違うかもしれないですよね。あ、そうですね、自撮り棒って普段使わないですよね。そうですね、そうですね、意外とね、意外とあの喋ってる動画撮るんですよ、はいはい、あの一般公開してないので、意外とザ・ビジネスマンの、はい、こだわりのというか。そうですね、全然面白くないな。まあそうですね、面白いか面白くないかで言ったら、まあ面白くない、うんうん、これはもう中村さんに期待するしかない。お願いします。何？怖い怖い怖い。うん、中に何か入ってそう。チェックしてる。チェックしてる。大丈夫かな。鈴木中村さん。ああ、かわいい。かっこいい。このままそれも結構長く使われてる。これもそうですね。もう17、18年ですかね。早速 A 型。早速 A 型感がもう。このバックインバックがね、そう、バックインバック持ってるやつは本当ね、立ち悪い、立ち悪い、本当に。バックインバックの中に
パソコンですね、パソコン入れて、ペンケース、うん、これも同じ、佐久間さんと同じリヒトラブカってやつですね、あとマウス、なんかちょっと得意げだな電卓、あー、使いやすそう、10円、これ下の子からプレゼントでもらった、へぇ、写真貼ったりしない、ちょっとこう、あと今日曲がってるし、確かに曲がってるけど、何ですか、お、金属10年、金属10年、今日賞状いただいた、看板の中から出てきた、今日、去年、あ、今日、今日あの、アワードの賞状、すごいですね、アワードで、すごい、はい、いただいてここに入れてます、うちあれだよね、いまだに皆勤賞も続いてんだよね、あ、そうですね、3ヶ月でね、皆勤賞もらえるっすよ、バックインバックと、うん、あとは、まあ、充電器と、うん、あ、メガネ、あ、うん、あ、俺もメガネケース入ってる時あるわ、メガネ、メガネ、最近メガネがないとちょっと見えなくて、え、老眼、いや、老眼じゃないですけど、はいはい、ちょっとちっちゃい字とかが、老眼じゃないですか、あのぼやけっていうか、もともとぼやけてたんですけど、うん、最近特にこう、それ老眼じゃないの、いや老眼じゃないいや老眼じゃないそれを俗に言う老眼っていうのかなと思ったんですけど、老眼じゃない、違うっす、違います、おっさんじゃねえかおっさんじゃねえか完全におっさんじゃねえか、こうするやつだんだんあれじゃない、資料のさ字が大きくなってくるじゃん、ハズキルーテみたいなのしてあれずいぶんなんかあ、次だ、年始でかっこいいな、年始人気入ってる、年始中村さんも黒ばっかじゃない、いや僕も黒ばっかですね、あとは、お、あー、そうだよね、あとはこれも佐久間さんと一緒なんですけど、ちょっとちっちゃいね、ちっちゃいやつですね、ちっちゃい形で、僕はあんまり物は入れないんだ、あと鍵と、うん、あと財布、これ手帳、名刺ケースと同じところのやつで統一して、うん、で、鍵も一緒なんですよ、なんか中村さんの一番かっこいいじゃん、面白くない俺ら事前に知ってたのにねあと会社携帯、あ、はいはいはい、っていうことです、なるほど、僕も社長と一緒に黒が好きなんです、そうっす、黒で、黒ベースですね、はい、統一にしてます、いいっすね、これね、黒も好きなんですよ、なんかこだわってる点とかあるんですか、なんか黒、黒、持ち物は基本黒、あとあれじゃん、バックインバック、バックインバックですね確かに便利ですよね、あの すぐパッと取り出せるというか、けどこれ持ってると大体 A 型って言われますよね、確かに、いやー、もっと面白いもの出てこなかっただめじゃないかなダメじゃないかな、なんかね、ちょっとね、うん、どやられたよ感じする、うん、そうですね、結構ね、うん、なんか一番かっこいい、うん、いいじゃんみたいになってるの、財布、あの名刺入れ、うんうん、コインケースですか、それ、そうですね、のなんか同じブランドで統一してるぐらいが一番ちょっとドヤ感がありました、ね、うん、そう、確かに、ね、うん、バックインバックもかっこいいしね、うんうん、ドッキリ大失敗です整理整頓されてますね、皆さん、そうなんですよ、結構几帳面系男子、いや、そうなんですよね、私の場合は多分そのカバンの中のねポケットがすごい多いんですよ、うん、あ、それでやっぱりカバンもね、はい、ポケットの多さとかっていう感じですね、基本じゃあ整理整頓できるかどうかあので物を選ぶ、例えばそのバックインバックのバッグとかもそうですね、ああ、そうですね、うん、以上がおっさんカバンの中身なんだろうなの結果について、はい、どうでしたか、あの仕掛けた側のお二人の気持ちを今、いや、少し予想できる部分はあったんですけど、うん、1個ぐらいなんかなんかね、なんか出てきて欲しかったってなんか出てくるだろうって思ってたんですけど、これはなんだって、あ、出してないだけかもしれないよ、いろいろ探したら、うん、あ、ね、どうでもいいわ、どうでもいいわ、白い点、ね、仮払い、うん、いや、ね、いや、パンチにかけるな、かけるな、なんでそこダメ出しされなきゃいけないの、思んないっていう
ですね、そんな感想です。あ、歯ブラシ、それもいいポイントですか。むしろさらになんか積み上げてるね、はい、ポイントをね、うん、もう一つ実はおあるんですよ。何、その次のドッキリは、お次の動画で一旦切ります。それもなんか知ってるんですか。いや、知らないです。そんな あったっけ。全然